はい、マスオ TV でーす。今日はですね、まあ、この格好見ていただいたらわかるかな。あとついでにこれ見ていただいたらわかると思うんですけど、野球流しに来ましたー。めっちゃ久々の野球なんだけど、完全に下まで見ていただいたらわかると思うんですけど、中学校野球のユニフォームっていう感じなんですけど、今日はね、なんかウームに野球部ができたっていうか、あるらしいっていうのを聞いて、ちょっと参加しに来ました。あれ全員 YouTuber です。 YouTuber なんですけど、撮影するのかなと思ったら、皆さんまずはキャッチボールからするというね、ガチですよ。 YouTuber みんなで野球っていうのもさ、新しいかなと思って、すごく楽しみです。ということで今日は楽しんでいきたいと思います。行ってきます。心マンチャンネルが来ました。心マンパワーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこの格好からしてわかるでしょ、全然なんか違うのは。はい、あ、持ってない。大丈夫ですかね。いや、久々だな野球。楽しい。 A チームの皆さんです。お願いします。いや、まだ全員じゃないですけどね。全員じゃないですけどね。よろしくお願いします。お願いします。今日ね、これで違う、あれ違う。遠近感どうなの。遠近感おかしい。うん、このボケのために今日持ってきましたから荷物多い中持ってきましたから。カメラ的にはありがたいっすよね。でかいから。はい、よろしくお願いします。っていう。で、今ね、何やらビッグニュースが届きまして、あの、クーニンさん、あの、野球系 YouTuber のクーニンさんが今日ね、プロ野球選手のお友達を呼んできてくださってるということで、今みんなこう待ち構えてるんですけど、どなたでしょうね。すごい。え、誰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 、やろうぜ野球。すごすぎる。脱三振を取らなる門倉さんです。プロ野球選手リアルに来たよ。すごいよ。プロ野球選手が僕のピッチングを見てくれるそうです。すごいな。今ちっちゃく一言なるほどなって言いました。あ、すいません、どっちか行ってなかった。修正点は見つかったんですか。お、あ、いいよ、投げて投げて。こうやって手首が早く力が入ってて、このしな手首のまずしなりがないです。これは 棒で投げてるので、あ、ここをもう少し緩めて、はい、緩めて最後ここにここで力を加える。力を抜いて。まだ早い。やる気ないぐらい。やる気ない感じでいきます。やる気ゼロです僕今。やる気ゼロ。ゼロからの。あ、今でも早い。そういう、ね、今ぐらいです。そうすると、はい、あっちが強くなる。ここが強くてもあっちが弱かったらいいんじゃない。あっちに近いところで力が入ればこのボールの、はい、まあ、100で離したものが向こうで70、80ぐらいの力が出て、はい、まあ、運べたら最高なんです。それをここで100使うとここの距離で距離が、あ、そういうことか。ふわって入って、打つと、そう。すごい。そこに、はい、今の力の入れ方で、今度はここから手の返しが速い。これをもう一つ前。もう一つ前で。で、イメージは外野からバックホーム投げる。バーンって投げるでしょ。バーンって投げるでしょ。こうは絶対投げない。そうっす。バーンって使う。ああ、ゆるくゼロでいって、ゼロでいって、ゆるくいって、最後だけピカッと。おお、こうするとバッターってタイミング一番取れづらいんですよ。ああ、力抜いて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 。おお、本当にね、もうあと20年ぐらい前にこう先に教えていただけてたら、俺いる場所が違うかもしれない。まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ大丈夫ですか。まだ行けますよ。さすがに。ありがとうございます。
ということで、そろそろ試合が始まるみたいです。僕らね、先行だから、まずバッティングからですね。はい、行きましょう。アイテムファイト。はい、お願いします。ということで、いよいよ試合が始まるんですが、対するピッチャーはですね、東海オンエアのね、虫眼鏡くんでございます。緊張の面持ちで投げてるのが、こう、皆さんに伝わりますでしょうか。はい、ズームズーム、プレッシャーかけていきます。頑張れ。あ、集中してる、集中してる。いや、いい球いってますよ。おお。はい、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 パス。顔当たったらいい。顔当たったぜ。おー、アウト。なんとか1回はね、ピッチングできたっていうところなんですけど、バッティングですよ。僕バッティングね、めっちゃ苦手。頑張れっす。お願いします。やべえ、どう、はい、動画的に寒いことしちゃった。あの、落ちてるバットとか全然。やばい、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 やばい。あの、地味なデッドボールから一瞬回ってきました。これサムネ、マスオ式受けるですね。しかもめっちゃ地味って。もうプロの助言のおかげでも完璧だよ。よっしゃ、じゃあ次の回も皆さん頑張って点取っていきましょう。イエーイ。ちょっと落ちちゃったのに、いいとこにいたね。真正面やった。くっそ、めっちゃ悔しい。さあ、いい流れ、いい流れ。よし、オッケー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 、2だ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 、守備頑張ります。はい、ということで試合終了しました。で、試合結果なんですが、5対6で B チームの勝利ということでね、僕らね負けちゃったんですが、いや、試合内容が YouTuber とは思えないぐらいのさ、凄まじい試合だったんだよね。
いや、これほどのレベルの高い試合になるかっていうのね、すごい驚きました。なんかね、またウームでこういう野球部みたいなのまたやるらしいんで、今度やるときはね、もうちょっと活躍できたらなと思います。それと、僕この格好めちゃくちゃダサいって言われたんで、恐ろしくダサいって言われたんで、次はもうちょっとかっこいい格好でいけたらなと思います。もしかしたらね、この動画見てる皆さんがもしかしたらここ次いるかもしれないですからね。はい、ということでお待ちしております。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。試合後なんですが、野球系 YouTuber のクーニーさんに僕のコーディネートを今していただいてます。完成した姿はこの後。これがスタンスのソックスというメジャーリーグ全球団が履いてるという。全球団なのですか。このマークはスタンスですよ。めっちゃ履き心地いいんで。本当ですか。はい、履かせていただきます。ということで、コーディネートした結果こうなりました。いかがですか。全然違いますよ。全然違う。絶対こっちはかっこいいです。こっちの方がかっこいい。こっちの方がモテますかね。絶対モテまくりですよ。モテまくり。こっちの方が野球うまそうに見えますか。プラス、はい、うまそうに見えるプラス多分うまくなります。うまくなる。ここがもう切り返し入ってるんで、はい、こういう姿勢がしやすいはずなんですよ。確かに。だからもう走れそう。いい呼吸姿勢とか走る姿勢とかもそうですし。あ、これいいですよ。これやばいっすね。そして次お二人でございます。すごい。はい、これはストレートですね。足が長く見えますよね。足長効果ですね。つまりこれでピッチングした方がかっこよく見えるでしょ。絶対これシュッて。足元だけ見たらもう涌井選手ですか。涌井選手ですか。ここだけ見たら。ありがとうございます。